ヨーゼフ・アントニウス・ハインリヒ・テアボーフェムは、ドイツの政治家。国家社会主義ドイツ労働者等のエッセンを砕く、指導者。第二次世界大戦中には、ドイツ占領下ノルウェーの国家弁務官を務めた。ドイツの敗戦に際して自決。エッセン出身。父は小規模の土地を持つ地主だった。第一次世界大戦勃発後の1915年に、 ドイツ帝国陸軍や法部隊に入隊し、さらに創設されたばかりの空軍に入隊した。中尉まで昇進し、一級鉄十字章と二級鉄十字章を除勲した。戦後の1919 19年から1922年までミュンヘンやフライブルクの大学で政治学と法律を学ぶ。1923年に国家社会主義ドイツ労働者党に入党し、 ミュンヘン一期にも参加した。一期が失敗し党が解散すると銀行に就職するが、1925年に人員整理のため解雇される。同年に再建されたナチ党に再度参加し、常勤党員として活動すると同時に突撃隊にも入隊した。エッセンのナチ党設立に大きく貢献し、1928年にはエッセン大下区指導者に任命された。 1930年には国会議員に当選する。1934年6月29日にヨーゼフ・ゲッペルスの秘書及び愛人であったイルゼ・シュタールと結婚。結婚式にはアドルフ・ヒトラーも出席している。1935年にはプロイセン州西部を占めるライン州総督となり、1936年には突撃大大将に昇進する。当時から 冷酷な支配者として、名を馳せた。左から、ノルウェー首相、クビスリング、新衛隊全国指導者、ヒムラー、国家弁務官テアボーフェン、ノルウェー中流軍司令官、ファルケンホルスト・ベーザー演習作戦によってノルウェーは、ドイツに占領され、1940年4月24日には、ヒトラーより、ノルウェーの国家弁務官に任命された。ノルウェーのスコガムの王対支度を接収して、 邸宅とした。また、ノルウェー国会を自らの行政府に定め、ここから行政を取り行った。占領下ノルウェーでもノルウェー人のビド君ク,クビスリングを首相とするクビスリング政権が構成されていたが、ドイツ政府の区靴であり、実権は弁務官のテアボーフェンが握っていた。テアボーフェンは駐留する四十万人のドイツ軍の監督には直接の権限を持たなかったが、 軍のうち6000人と秘密警察800人ほどは、弁務官である彼の指揮下に置かれていた。テアボーフェンは、ノルウェー人に、一定の配慮を示し、融和姿勢を取る中流司令官、ニコラウス・フォン・ファルケンホルストとは、対照的に、ノルウェーにファルスタッド強制収容所、ブレットベト強制収容所などを設置し、抑圧政治を行ったため、ノルウェー人から激しく憎まれていた。また、 ドイツ人からの評判も良くなかった。1941年にレジスタンス運動を鎮圧すると、翌1942年にトロンハイムに戒厳令を布告するが、この件に対し、ゲッペルスも日記の中でいじめ作戦などと表紙批判している。しかし、内外からの批判にもかかわらず、テアボーフェンは敗戦まで国家弁務官の地位を保持し、 融和的だったファルケンホールストは1944年12月18日に更迭されている。1945年5月8日、ドイツの敗戦を知ったテアボーフェンは、自ら文化にこもり、ダイナマイトで自爆した。なお、すでに自決していた、ノルウェーの親衛隊及び、警察高級指導者のビルヘルム・レディースの遺体も、テアボーフェンの指示により一緒に、残豪の中に入れられていた。 ありがとうございます。